君の直接届く妄想のプライムデッサ待ち、続きをやってみましょう。今回の前回ね、まさしくんの方からザッピングして馬辺の方に来たところですね。そこは自然な明るさと奇妙な静寂に包まれていた。前回ここでね、やられて死んじゃったんだよね。馬辺は男が一人で来たのを確認すると、ゆっくりと拳銃を握りしめた。よし、やってやる。馬部は車の影から飛び出した。動くな。相手の男も振り向きざまに拳銃を抜いた。とうとう現れたか、この腐れヤクザが。刑事さんよ、今回はちっとばかり動きすぎたようだな。上部は上ずった声で棒読みのように言った。死んでもらうぜ。上部が火金を引くと同時に刑事も発砲した。お、動画だ。刑事は胸を打たれ、弾かれたように吹っ飛んだ。やった。ミチルは思わず声を上げた。ウマベも苦悶の表情を浮かべて、前のめりにぶっ倒れた。ぐ。ウマベはそのまま絶命した。あれ？カーッと。あ、そう繋がるのね。突然、立ち上がったアポロキャップの男が叫んだ。バカ野郎！ウマ、お前が死んでどうすんだ？ウマベは慌てて立ち上がった。すいません、監督。カバザワタケシ。38歳。人気テレビドラマ、独走最前線のディレクター。何を言ってるかさっぱり意味不明の言葉を喋るが、勢いだけはあるので、現場は活気つく。そういうの大事です。大事そうですね、やっぱね。つい。はいはい、カット。思った通りやり直しだ。チーフ助監督の熊野が呆れ声で言った。照明マンが下打ちしてレフ板を下ろし、音声マンは恨めしげにマイクを引っ込めた。ロケ現場にイライラした空気が漂う。すいません。馬部は四方八方へ頭を下げる。本番になったらなんだか頭に血が昇っちゃって、いつもやられる役ばかりなもんですから、撃たれたらつい死ぬ癖ついちゃってて。馬ちゃん。ミチルはそっと頭を抱える。熊野が馬部の隣に立った。馬ちゃんよ、そりゃいつもは名もない切られ役専門だろうけどな。殺すところを殺されちゃ話続かねえよ。はい。セカンドのラクダ、なんだそれ。ラクダ秀樹28歳。規模にもよるが、普通助監督はチーフ、スケジュール作成、管理。セカンド、衣装チェック、現場の仕切り。サード、小道具チェック、フォース、カチンコ、使い走り、と分かれている。が、サードがフォースも兼ねることが多い。へぇ。セカンドのラクダが、あんたの顔気に入って強く押すからさ、監督も異例の大抜擢したわけだよ。普通じゃ考えられないよ、あんたにこんな大きな役なんて。はい、分かってます。馬ちゃんもキャリアだけは長いようだからさ、あんまりこういうことを言いたかないんだけどね。もうちょっと芝居なんとかなんねえかな。あれじゃヤクザの組長になんて全然見えねえもの。もっと迫力とか凄みとか出せねえの。はい、今度こそは大丈夫です。しかし、監督のカバサワはあっさり言った。組長、バーっと来た後セリフなし。すぐ脇運のパターンでじゃーん。はい、じゃあ動くななんとセリフカットしまーす。熊野がスタッフ、キャストに指示を出す。まああれじゃ、黙ってた方がマシだもんな。すいません。撮影始まったばかりで、先は長いんだから、あんまり不安にさせないでくれよな。熊野はカメラの横に戻っていく。はい、チェックオッケー。次は公園でのシーン行きまーす。松濤公園かな？正確には堂島松濤公園、鍋島松濤公園、渋谷区松濤にある公園。そんな何回も同じようなこと書く。そしてなんで大きく書いたの？松濤公園までは車で移動。着いたらすぐにスタンバイよろしく。熊野が叫び、撮影、照明、音声、美術ら各スタッフが一斉に撤収を始めた。撮影用のパトカーが動き出し、制服警官のエキストラもロケバスに乗り込む。最後に馬部も肩を落として歩き出した。ミチルがその隣に並ぶ。そんなに落ち込まないの？まだ始まったばかりでしょう。またセリフ切られた。次でバシッと決めればいいのよ。馬ちゃん得意の殺される場面じゃない。今度こそ大丈夫。自信持ちなさい。そうだよね。殺されるのならこっちはベテランなんだから。そうよ。組長らしく、かっこよく死ぬのよ。馬ちゃん、私がついてるから。組長は、さっきから光つくね。あ、なるほどね。まあ、この役柄の名前、の、役柄の、てかの、そのストーリーの説明だね。
道はスタッフにはわからないように馬部の手をそっと握った。よし。綺麗な景色。畜生、やめてやる。ベンチに座って待機する馬部と道の前、若い男がやってくる。おい、どこ行くんだこら。熊野が追っかけてきて捕まえた。話してくださいよ。いいからちょっとこっち来い。熊野は若い男の首根っこを持ち、馬部と道の前に立った。これ多分あれですよね、窪塚洋介さんですよね。若いな。みちるさん、紹介遅れたけど、これ今日入った助監督見習いの鷺山。今年大学出たばかりで、現場全くの初めて。はじめまして、鷺山です。シンナさんのことはいつもテレビで見てます。ありがとう。お世辞でも嬉しいわ。みちるは控えめに言った。バカ、余計なこと言わねえでいいんだよ。鷺山は熊野に叩かれた。たく、お素人にサードの仕事させなきゃならないんだから頭痛いですよ。樺沢組期待の新人ってわけね。頑張ってね、鷺山くん。樺沢組？監督の名前だよ。忘れたのかお前。熊野がまた頭を叩く。いえ、そうじゃなくて組って。映画やドラマの撮影隊は監督の名前をつけてなんとか組っていう言い方するのよ。そうなんですか。すいません。頑張ってね。はい。鷺山は隣の馬部にも頭を下げた。よろしくお願いします。馬部です。馬ちゃんでいいよ。わからないことがあったら僕に聞けばいいから。結構この世界長いからさ、優しい。はい、馬さんですね。じゃあいろいろ聞くと思いますけど、よろしくお願いします。もう馬ちゃんは人の世話焼いてる場合じゃないでしょう。ほら、他に何か伝えることなかったか。さっき言ったことをもう忘れてんだからな。熊野が鷺山を小突く。そうだ、椎名さん、先に衣装替えっていうのをしてください。っていうのは余計だよ。お前もういいから人はけしてこい。人は消してこい。消して？人はけだよ。見物人を撮影の邪魔にならないところに動かせっての。はい。鷺山は慌ててかけていく。あれだもの。熊野はため息をついてみちるを見た。みちるは小さく笑って衣装替えに向かった。さあ馬ちゃん、そろそろテスト行くよ。はい。馬部は立ち上がった。公園にある緩やかな階段の上で段取りが始まった。はい、ここでピストルバババーってきて、ギョッとなってサーとなったらズズズーっと行く。それからダーンダーンダーンのドドドーでゴロゴローだ。いいね。カボザーが叫んだ。そういうこと。ここでいきなり拳銃持った男たちが飛び出してくる。組長驚き青ざめて後ずさる。男たちは有無を言わさず撃ちまくって、組長はこの階段を駆け落ちる。と、こういう段取りで行くよ。すぐに熊野が通訳した。ではテスト行きまーす。よーい、はい。わあ、痛そう、今の。背中ちゃんと打ったっぽく見えましたけど。腰を打ったが、少々の痛みは口に出さない。はい、カット。さすがにやられ役の専門だけあって、ここは指示通りにできた。だが、樺沢は気に入らないらしい。もっとこう、ギャーっていうか、じゃじゃーんといかねえかな。迫力がないんだよ。組長が射殺されるんだから、もっと悲壮感出したいわけよ。樺沢の通訳は熊野にしかできない。じゃあ倒れる前に、こう震える手を前に出してみましょうか。顔に苦渋のシワを寄せて。ダメ。馬部のプランは即座に却下された。そうだ、ジャボーンで行こう。ゴロゴロってなるのやめ。ここじゃ大したことない。樺沢は池の方に走った。ここ。ダーンと来たら、どんどんどんと上がってそこでダダーン。ヒューとなってドボーンのバチャーンで、やがてシーン。いいですね。それで行きましょう。ここまで追い込まれた組長が、思わず柵をまたぎ越えたところで、銃弾を浴びる。そのまま大の字で、後ろの池に落下する。高く上がる水しぶき、やがて静かになる水面。しかし、組長はピクリとも動かないと。いいね、馬ちゃん。オッケー。馬部の顔はこわばっている。鷺山、組長の服濡らしても大丈夫か？濡らすともう結構寒いとは思いますが。バカ野郎、同じのがもう一番あるかって聞いてんだよ。これしかないんなら濡らせねえだろ。楽だ、どうだ。もう一番ロケバスにありますんで、それは濡らしても大丈夫です。ただ向こうのはこの後の芝居で使うんで、汚せません。衣装のチェックは、セカンド助監督のラクダの仕事である。なんか実際の、あれですね、なんか話読んでるっていうより現場の内容を教えてもらってるみたいな感じで面白いですね。
よし、わかった。なら最初からラクダさんに聞けばいいのに。何か言ったか？いえ。よっしゃ、ぶつけ本番で行こう。この段取りでいいね、ウマちゃん。はい、はい。じゃあ、ウマちゃんは先に向こうで弾着つけててくれ。崎山。はい。テストやるから、お前ウマちゃんの代わりに池に飛び込め。え？組長の服、テストから濡らすわけにはいかねえだろ。こういう時は助監督が代役に立つんだよ。お前がやって、もろもろ決まったらウマちゃんで本番だ。でも僕、着替え持ってきてませんけど。なら裸でやりゃいいだろうが、早くスタンバイしろ。そんな。弾着をつけ終わった馬部は、パンツ一枚になって自分の代役を務める鷺山を見つめている。よかったじゃない。派手なシーンになって。真っ赤な衣装に着替えたミチルが隣に立った。ミチルちゃん。馬部はいきなりミチルの手を取ると、人気のない場所へ引っ張った。ちょっと何なの？ミチルちゃん。馬部は思い詰めた表情だ。やだ、何？こんな時になんだけど、聞いてほしいんだ。え、じゃあ決めてくれたの？あのこと。なんだろう。ミチルの顔が明るくなる。いや、違うよ。結婚の話なんかじゃない。随分な言い方ね。じゃあ何？実は君に隠してきたことがあるんだ。え？すまない。どうしても言えなかった。まさか。できればこのまま隠しておきたかったけど。そんな、まさか私の他に？そうじゃないよ。ひどいわ。どうして今こんな時に？だから違うんだ。ちゃんと聞いてくれ。上辺の目は真剣そのものだ。聞くわ。言ってみて。一体どうしたらいいか。何を？大丈夫よ。話して。ミチルは優しく言った。僕、うん。泳げない。鷺山が池に飛び込んだ水音が聞こえた。ミチルは大きくため息をついた。そんなことでって、これからあの池に飛び込まなきゃならないんだぞ。だって、別にこの池沈んじゃうほど深くないでしょ。馬部はブルブルと首を振った。ダメなんだ。子供の頃から周りに何か掴めるものがないと水に入れない。今まで水に落ちる役なかったの？あった。その度に他の人に役取られてた。だからか。はい、オッケー。ではこの段取りで行きますんで、もろもろスタンバイよろしく。熊野がいい。鷺山が池から這い上がる。なんでこんな目に。何ブズブズ言ってんだ。早く服着て仕事に戻れ。夏とかならまだいいかもしんないですけど、まあ、それでも嫌だけどね。あの池は。畜生やめてやる。冬とかだったらもう絶望だよな。鷺山くんも初日からこれじゃかわいそうね。ミチルが傍らに来た鷺山に声をかけた。かわいそうって笑ってるじゃないですか。同情してるのよ。だったら嬉しそうに言わないでください。あはは。あれ？どうしたんですか、馬さん。鷺山が浮かない顔の馬部に気づいた。ええ。ちょっと緊張してるみたいなの。組長が殺される山場だから。ミチルが代わりに答えた。知らなかったですよ。僕てっきりストーリーの順番に頭から撮影してるのかと思ってました。効率よくまとめて撮るからね。ああ馬部は頭をかきむしった。ああ馬さん、傷。鷺山が慌てて叫んだ。あ、気をつけないと撮られちゃいますよ。あ、撮れちゃいますよ。馬部の右の方には、ヤクザらしく見せるための大きな傷跡が作られている。メイクさん、今回の馬さんの傷、自信作だって言ってましたもの。むやみに取ったりしたら怒られますって。ああ、うん、つい。こういう時はお酒でもあれば、キューッとやって勢いつけられるんですけどね。ダメなの。馬ちゃん全くの下戸。おちょこ一杯でめまいする人だから。そうなんですか。見た目で判断しちゃいけないけど、なんか飲めそうですけどね。甘いものオンリーなの。そっちには女の子みたいに目がないんだけどね。へえ、全然見えませんね。おーい、そろそろ本番行くぞ。寒そう。鷺山寒そう。向こうで熊野が叫んだ。いっけね、早く吹きなきゃ。ヘクション。鷺山はロケバスへ走った。さあ、馬ちゃん。度胸を決めてやるのよ。何度も言うけど、これはチャンスなんだからね。うん。この役を成功させれば、あなたはきっと売れっ子になっていくわ。そうかな。そしたらどんどん有名になって、馬ちゃん念願の芸能欄の一面にトップで乗ることなんて、もうしょっちゅうになるんだから。そう？
大丈夫、頑張って。じゃあ、もろもろ良ければ本番行くよ。ここは一発で決めるからね。照明さん OK?OK、OK? OK、です。音声さん OK? 音声さん。井野昌司45歳。ロケでは聞こえてはいけない音が聞こえることが多いので、非常に神経を使う仕事。時代劇の設定に飛行機の音が入るだけで台無しになってしまう。ね、こういうの大変そうですよね。OK。はい、VTR 回して。回りました。本番行きます。周りを静かに。現場の空気がビンビンに張り詰める。よーい、はい。さあ、できるのか。拳銃を持った3人の男が、馬辺の前に飛び出した。くそ。馬辺は必死に池の柵を乗り越えた。死ね、取った。あ。そこだ、ドボーン。頑張れ、飛んで馬ちゃん。だが、馬部はなかなか落ちずに粘っている。なんで粘っちゃうのよ。馬、早く落ちろ。ままよ。馬部は力の限り後ろの池に飛んだ。つもりだった。ああ、もうダメだこりゃ。パニック状態に陥った馬部は、みっともなくあがき、必死の形相で池の縁にしがみついた。それ、掴めるもんないとね。カット!熊野、なんとかしろ。こう叫ぶ川沢の方が、よっぽど悲壮感漂っていた。おい、そんなみっともねえ組長がいるか。インコが水浴びしてんじゃねえんだぞ。撃たれたら死ね。ああ、ここで NG 出すかね、普通。熊野をはじめ、スタッフ全員馬部に冷たい一別をくれる。すいません、ごめんなさい。馬部は身の置き所もない。もういい、射殺シーンは後回し。組長、その服乾くまでどっかで練習しとけ。これ以上あんなみっともねえ組長なら、役者交代だからな。はい。濡れネズミの馬部は、現場を離れていくミチルの後を追った。ミチルは一人石垣に腰掛けると、タバコを取り出し火をつけた。馬部はやや離れてポツンと立つが、ミチルは何も言わない。仕方なく、ミチルの隣に立った。あんまり二人だけでいるところ見られたくないのよね。うわ、なんか、すごい一気に心が離れた感じがする。うん。馬部はミチルの前を通り過ぎようとしたが、足が止まった。ダメだな、僕は。才能ないんだよな。やっぱり役者なんて向いてないのかもしれない。ミチルは立ち上がると、馬部の顔に煙を吹きかけた。そんなことないわって言ってほしいの?私はあなたのママじゃないのよ。どうして私がそんなダメ男を慰めなくちゃならないのよ。この役をあなたに決めてもらうのにね、周りの人たちが一体どれくらい骨折ったか分かってるの?長年下積みのあなたにチャンスあげたくて、プロデューサーや監督に必死に頼んでくれたんじゃない。なのにその苦労に応えようともしないで、才能ないだの向いてないだの、よく言えるわね。今回もあの時の二の舞にするつもり?あの時って、1年くらい前の宝石強盗のドラマ。あれだって、結構いい脇役だったのに、僕にはできないだの無理だのって、結局もらったのは役名なしの強盗 D ってエキストラじゃないの。そんなに自信ないなら、役を降りるなり、役者辞めるなり、どうぞ好きにしなさいよ。まったく、自分に呆れちゃうわ。どうしてこんな人好きになったのかしら。うん。僕も前からそれ知りたかった。今そんな話じゃないでしょ。役者辞めるの?それとも頑張って続けるの?うまちゃん。もし辞めても、君の付き人にしてくれる?バカ。ミチルは言ってしまう。痛い。現場を見てるのが辛くて、馬部は公園入り口近くの遊び場へとぼとぼと移動した。ベンチに腰掛け、呆然と佇む。ロケが始まってから、何一つまともにできてなかった。というより、迷惑しかかけていない。元からほとんどなかった自信が、一かけらもなくなった。しばらく経っても、誰も見に来ない。かっこ悪いな。自分は全く必要とされてないのだ。もう、潮時かな。馬部幸太郎だっけは、一人その場所から消えた。ん?独走最前線。一ヶ月後、馬部が参加した独走最前線がオンエアされた。お。あれ?しかし、馬部のやった組長役は他の役者が演じていた。その後、テレビで馬部、
馬部仁太郎だっけ、あれこれなんて読むんだっけ、あ、仁太郎か。その後テレビで馬部仁太郎を見た者はいない。スキンヘッドに変わってしまいました。となるとあれですね、はい、もちろん終わりなんで、こっからどうすれば済むのかが出てくるはずと。実はこの時点で馬部の運命は牛尾正美に左右されている。牛尾の10時40分の分岐で、ケーキでなく花をプレゼントに選べば馬部の運命も違ったものになるだろう。花ね、花を選ぶのね、ケーキじゃなくて花ね。まだ牛さんのやつは読んでないからね、ちょっとそっち行ってみようか。なんか見た目も似てるからどんな感じか気になるんで。さあ、というわけで、馬部じゃなくてね、たまたま同じ年齢同じ見た目の馬じゃない方の牛尾正美行きましょうか。で、モクとヤクザっていうね、こっちは。さっきは組長役だったけど、こっちは元ヤクザっていうね。元ヤクザ、そっか。お、プロポーズなんだ。プロポーズだ。